4人組バンド。NEE のギター&ボーカル。クー。こと村上ゾーバ。村上。クラマ。さんが12日に25歳で亡くなった。20日。バンドの公式サイトで発表された。メンバーと親族名義のコメントも掲載され、都内の病院で亡くなったことも公表。親族からは、ゾーバは最後まで懸命に生きようとしていました、と伝えられ、葬儀は親族とメンバーで取り行われたことも報告された。同バンドは、村上さんと夕日、ギター、カホ、ベース、大輝、ドラム、の4人で結成。インディーズ時代からライブが完売するなど高い人気となり、デビュー前の21年1月にテレビ朝日系、関ジャム、完全萌え SHOW で、ゲスの極み乙女の川谷絵音が、不覚名前夜を推し曲とし、たことで一躍、注目された。同曲は20日現在、公式 YouTube チャンネルで約1450万回再生されている。21年に初アルバム、NEE でメジャーデビュー。同年には HEY、SAY、JUMP のシングル、群青ランナウェイの楽曲提供をしていた。22年には全国ツアー、緊急全国逃避行も成功させ、23年にはロックフェス、ROCK-IN ジャパンフェスティバルに2年連続で出演。24年5月4日には千葉市蘇我スポーツ公園で行われたフェスジャパン JAM2024 で演奏を行うなど活躍を続ける中での訃報となった。また村上さんは村上ゾーバ名義でボカロ P としても活動していた。ネットの声休止と言いながらも、最後まで懸命に生きようとしていたってコメントからも、何らかの持病を抱えていたのではないかと思われますね。ただ25歳はあまりにも若すぎる。ご冥福を祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。